皆さんこんにちは。今日は課外授業を行います。はい。テーマはアクセントです。戦闘幼児学園、油野が苦戦しております。そんな噂聞いたことないですよね。戦闘幼児学園の正しいアクセントに私、ああ、なんていうのあんだ、戦闘幼児学園、戦闘、あ、それは千と千尋の髪飾りでしょう。髪飾り、髪隠しですね。力つけてきて、スルーにしないっていうのは嬉しいよ、本当。分かって言ってるの、分かって。いや、正しいの3回言ってごらんなさい、正しいの。千と幼児学園、千と幼児学園。うん、もっとろってろって。大丈夫ですか？いいんだって、こんなのありゃしないんだから。いやいや、そこを言ってしまったら元も子もないよね。あ、もうクリアできたんじゃないですか。やった、うん、私の油ちゃんですよ、問題は。来週までに直してディレクターさんが書いてある、もいただけますか。どういう覚え方すればいいのかな。え、私は油ちゃんとかって言ってるんですよね。そうです。油だから、油ちゃんっていうのは油ちゃん、だからヨウさんあれですよ、その、はい、食用油の油でございますみたいな感じでしょ。はい、私油のすみほとは言わないじゃないですか、うん、油のすみほって自己紹介をするんですけれど、うん、そのまま行くと油ちゃんなんです。油の油ちゃんだと油のすみほですって自己紹介することになってしまうので、もう一回ちょっと言ってみて。油のすみほです。アラブの石油王、似てるね。アラブの上がってませんか。あなた正しいのはだから油のだ。あ、そうです、油のだから油ちゃん。あ、そうです、油ちゃん、油ちゃん。もうなんか鬱陶しいからスミちゃんにする。スミちゃん、でもね、スミちゃんはね、本当に失礼ですけどね、はい、失礼っていうか失礼じゃねえのか、私のおー、亡き母が、はい、スミちゃんだったとかって言いましたかね、なんか言いましたか、ポロッと。いや、先ほどは、うん、奥さんが亡き奥さんあって言ってませんでしたっけ。あれ、亡き奥さん、そんなこと申しましたですか。まだピンピンしてんだけど、うち帰ってね、ピンピンしてんだけど、ちょっと今、いや、うちのおかみさん全然そんな名前じゃない。そうですよね、頭ですいません、今作ってしまった。うちの、はい、亡きおふくろも清子さんって言ってね、はい、スミちゃんなんてこれっぽっちも出てこないんですけど、はい、嘘言いましたね、また嘘言っちゃった。アナウンサーの嘘っていうことについてちょっとお話ししていいですか、はい、長い話にはなりませんから。だからもう6ヶ月間、はい、STB、まあ、ラジオのアナウンサーの全て先輩ですよね。そうです、もう皆さん先輩ですね。あ、こいつは絶対私の後輩とかって思うような人いらっしゃいません？え、私の後輩はいないじゃない。いやいやいや、先輩風吹かしてるけど、はい、絶対お前は私の後輩みたいなもんだって思う人いないですか？いやー、さすがにそれは。私はいましたよ。いたんですか？だってアナウンサーなんて競争するでしょ。私はいましたよ、こいつなんかに負けないなんて。どんな方いるでしょ、あんた。え、どんな方だったんですか。どんな方だったって、どんな方だった方、それもう名前とかは言えないですよ。そうですよね。あんた言わないけども目でわかりますよ。ああ、あいつのことそう思ってんだ。そんな人いないですよ。ああ、やめてください、こんな初回からやめてください。みんないい先輩です。嘘つかない。嘘ですか、うん、アナウンサーなんて嘘つきなんですよ。そんなのもうね、今これをご覧になってらっしゃる方たちなんてのはもう100も承知です。え、アナウンサー嘘ばっかり言ってるでしょ、番組の中でも。嘘ではなく、こう肉付けというんですかが
あるそれが嘘なんですよあそれは嘘なんです面白くなれば何でもいいっていうね私は40年間やってきてますから、はい、間違いないですあなたはね、はい、もう新人の中でもね、はい、ピュアすぎるっていうか、はい、気が良すぎるいやいや汚れなさいもっとじゃあ汚れ道を学園長に起こして汚れ道なんてないですよ汚れ道はないけど、はい、どうなんだろうな人を信じちゃダメですもうここにいる人みんなが悪者そんなの嫌ですよなんでそんなの嫌なんですかだって悪者と一緒に生活するの辛くないですか辛くないですよみんな悪者、はい、みんな悪者みんな妖精っていうところは別にありますから探せば、はい、みんな妖精だ、はい、東京なんかに行ったらああ夢の国の人たちっていうところがいるでしょはい任せとけばいいんです、はい、STB ラジオはみんな悪者ですいやじゃないそれぐらいじゃないとあなたはもうね、はい、スターになれないんですよスターになる条件は皆さんが悪者だと思うことなんですおっしゃる通りおっしゃる通りちょっと現状で満足してしまいそうですそれだとあそう、うん、そんなの思えませんっていう感じ悪者って思うくらいならまあ今の着実にそれがダメだっつってんだろこれから私だけ信じてあそうですね学園長を信じてこれからもやっていきますのでこれが一番の悪者嘘だらけもうね経歴とかもう本当にもうねめちゃめちゃだからなんで靴の中に入れるんですかなんかちょっと埃があったもんまあとにかくね、はい、いやあよかったんじゃないですか学園長に支えていただきながら来ましたので、ね、じゃあ大事なことをスイちゃんお願いします、はい、これからもぜひ聞いていただきたいと思っておりますはい月曜日から金曜日午後1時40分から千と幼児学園よろしくお願いしますあら千と幼児学園これからもよろしくお願いします本当よろしくお願いします頑張ろうねアブラちゃんあ今のあって今のあってますからこれがやりたかったあそうなんですかもうね女子アナも5年やってると今女性のアナウンサーって言っちゃいけないのアナウンサー、ねはい、アナウンサーね5年やってると自然にできなくなるんですよこれがどうなるどうなってくるいや悲しいと思うよ俺もね、はい、辛いと思うだからもう不自然になるの、はい、あなたのことだったらもう可愛いなって誰もが思います可愛いなと思います5年経ったらはいもっと大きなリアクションを身につけていけるようにうなんかねもうこんななっちゃってなんかこうなれないのもう恥ずかしすぎてあもう間違えることがいやこういう可愛いポーズが慣れないんですよ、はい、もう今のうちよほんとこういうのやれんのやらないですそれはやらないちょっとやっときなって一回じゃあ一緒にいいですいいですよいいです、はい、せーのやりますかほんとやってくださいよせーの